高校野球 .com をご覧の皆さん、こんにちは。今日はセットポジションについて話していきたいと思います。まずこのセットポジション、両足でしっかり立つんですが、一つまず注意してほしいのが、マウンドには傾斜があります。ということは、私だったら右足が、下になってますので、こういうふうに傾いた状態で立つことがあります。そこにまず注意してもらって、自分の位置で傾斜があるので、その分を計算に入れて、まっすぐ綺麗にここでまっすぐ立てるように注意してください。さらにその際に、テクニックとしては、こちらの軸足の足の膝を軽く曲げることによって、水平に綺麗に保つことができます。さらにそれからの体重移動の時に、この軸足の股関節に力がためやすい、そういうメリットがありますので、軸足を軽く曲げるという、テクニックを使っているピッチャーがプロ野球選手にも多いです。その際もう一つだけ注意することが、軸足を少々曲げるんですが、その分骨盤が滑らないように、しっかり立った状態のまま膝を曲げる。滑ってしまいますと、その分、力が分散してしまいますので、そこだけは最初の時点で注意しながらセットポジションに入る。そこを注意してやっていってください。